にちは。145回天皇賞春とね、いつも言うんだけど145回だって1450回だって一緒なんだよって言ってんじゃん俺いつもね。春天と春天だってエビ天だって一緒なんだな。だから俺はもうこれ G1 がどうの何がどうのもう毎週同じこと言ってんけど、結論言うよ。今回おそらくほとんどの人、まあ確かにそういう実績があるこのオルフェーブルが8枠の18番に入りましたとね。そうするといつも言う通り、じゃあ相手の中からものを考える、これは偶数枠。これだってもう俺、まあ前回も偶然だけど8枠の何番に1番人気が入った時に言ったじゃない、偶数枠でしょ。その偶数枠の中から相手筆頭を考えると、で今回はこのオルフェーブルを、1番人気のオルフェーブルを、まあこれは疑う余地はないと思うんだけど、この馬をどうするか、うんね、陣営には申し訳ないけど今回はいらないよと。で、まあ1番人気だから入れといてもいいよと。だけどあくまでも今回の俺の予想からするといらないんじゃないのってこと。軸ウィン・バリアシオン11番で、相手5番ジャガーメイル、3番ナムラ・クレセント、9番コスモ・ロビン、もう一頭入れるんならば当選上段だから、オルフェーブルについてはまあ念のために入れとくのはいいけれども、あんまり重要視はできないよと。三連複で買うもよし、馬連で買うもよし、うん、で比較的人気薄が今名前上がったので、これは別にワイドでもねいいんじゃねえのかと。ただいずれにしても軸は11番ウィン・バリアション。もうこの俺このパッと見た時にね、数字の配列だからさ、だからあ、オルフェーブル残念かなと、うん、まあ、それでも来るならしょうがねえじゃん、新聞もいらねえんだよ本当に、はい、もう何度言ったら伝わるんだろうね、そういうことじゃねえから。だからよ、俺いつも言うだろ、全て数字なんだよね。ブドウとかあるけどさ、いいんだよ数字。アポストロフィーイズオールだよ。わかる。